堺町駅は愛知県名古屋市東区東桜一丁目にある名古屋鉄道瀬戸線の駅である。駅番号は ST01。堺町駅開業以前は堀川の岸辺にあった堀川駅と名古屋市役所近くの大津町駅をターミナル駅にしており、また1976年から1978年の間は土井川駅を仮のターミナルとしていた。 島式一面二0ホームの地下駅。ホームの有効長は6両分である。2007年10月31日に改修工事が終了し、エレベーター、多目的トイレ、駅冷房装置などが設置されたほか、ホームのかさ上げも行われた。ホームは、地下鉄東山線栄駅のホームよりやや深い場所に位置する。当駅の南には、 地下街や東山線ホームが近接しているために、トンネルを掘りにくく、これ以上の延伸は困難である。地図上では、地下鉄栄駅より、やや北東に位置している。地下街を介して、名古屋市営地下鉄栄駅、久屋台通駅と接続しており、相互乗り換えが可能。一方、当駅の駅名が表示された出口は、オアシス21前にある2カ所しかない。 また、これらの出入口には、飛び地路線らしく、名鉄ロゴ以外に、瀬戸行き乗り場と表示されており、校内には、名鉄瀬戸線と路線名を大きく表示した案内標識もある。東大手駅とともに、名鉄では、最も早く直験方式の自動改札機が導入された駅でもある。ホームにはかつて、ソラリー式二段表示の列車案内が設置されていたが、 2017年3月15日に LED 式二段表示の列車案内が設置され、ソラリー式の列車案内は撤去されている。かつては、ホーム上にサンコスの売店があったが閉店し、自動販売機コーナーになっている。その後、サンコスは改札外に移転したが閉店し、2013年に、その後地にファミリーマートがオープンしている。 現在のところ名鉄単独管理の地下駅では唯一開業当初から直結軌道が付設されている。ホーム南側には改札口につながらない非常階段がある。夜間大白の設定があり、平日は22時台、休日は19時台にどちらかの番線に位置、編成留置される。坂江、もしくは地下鉄東山線、名城線坂江駅。 桜通線被災や大通駅を参照のこと。名古屋鉄道広報線で部名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。1994年。1058ページ。境町路線一覧。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。電気車研究会。鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月。臨時増刊号。 特集名古屋鉄道、間末折り込み、名古屋鉄道配線略図、令和2年度移動等円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。名鉄120年市編参委員会事務局。名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道。2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。 名古屋鉄道百年史名古屋鉄道1994年651から653ページ名古屋鉄道広報宣伝部名鉄時刻表19 vol. 1990ボリューム7名古屋鉄道1990年363ページ名古屋鉄道名鉄1983名古屋鉄道1983年36ページ 毎年の統計データ名古屋市、ありがとうございます。